様です。今日も一日お疲れ様です。今回はザ・ベビー・イン・イエローというゲームで遊んでいきたいと思います。このゲームは赤ちゃんをお世話するゲームらしいんですけど、それだけ聞くとさ、え、可愛さそうとかめっちゃ楽しそうって思うじゃん。けどなんとね、これ赤ちゃんをお世話していくたびに、どんどんね、赤ちゃんの様子がおかしくなっていくみたいです。で、これ結構ね、海外では有名なゲームなので、ちょっと私もやっていきたいなと思います。いや、にしてもさ、さっきからここに出てくる赤ちゃんめっちゃ怖くない？この赤ちゃん怖いなって思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速、レッツゴー！え？あ、動ける。なんか結構身長高いね。天井近くない？私身長高いわ。このゲームの中の私多分スタイルいいわ。やばい。いや、いや、この時点で怖いわ。いや、この時点で怖いわ。はっ。うわ！うわ！いや、カラコンのサイズでかくない？ちょっと。ねえ、JK みたいだよ。あれ？絆創膏貼ってる？どうしたの？それ、左足。あ、右足か。赤ちゃんで言うと。はい。いや、怖っ。怖っ。ごめんね、ごめん、本当に違うの今、操作ミス。ちょっと待って。なんかね、左上にやることが書いてあるね。冷蔵庫からボトルを取り出す。喉乾いてる、ごめんね。ね、本当にごめん、今のわざとじゃないの。ちょっとここにいて。ごめんね。あー、めっちゃ悲しい顔してる。怖いって。いや、私が悪かったけど。あ、これかな？はい、飲むよね。めっちゃ怖いけど。ほら、飲んで。あー、いいよ、怖えー。その笑顔怖えー。なんかめっちゃ、めっちゃお尻からかすれてんだけどね。これ何？机でおむつを替えてください。いや、待って、ここ怖くない？めっちゃ。光の当たり具合的にここめっちゃ怖くない？怖いんだけど。おむつ取り替えればいいんだね。はいはい。あー、すごい。あ、すごい。ちゃんと足広げる。ごめんね。なんかさ、笑顔引きつってね。赤ちゃん苦笑いしてる？私の実況にさ、面白いって言ってるみたい。大丈夫？あ、ここに、はい、座っててね。はい、おむつ替えてあげるからちょっと待ってて。これだね。なんでえ、てかなんかこの猫ちゃん、光ってる。なにこれ？え？なんて？読めなかった。どういうこと？なんか音も鳴ったし。あ、トイレだ。あよし、赤ちゃん。トイレの水に浸したおむつはどう？めっちゃ苦笑いしてる。あ、ママ、最高だよ。ずっと苦笑いしてる。そして今度は赤ちゃんをベッドで寝かせればいいんだ。はい、もう寝るんだね。はい、食べて、お漏らしして、寝てって。何これ？猫の足跡あるんだけど、何？え？何この足跡？え？なんか鍵あるよ、鍵。ごめん嘘だよ。ベッドルーム、あ、ここじゃない？うわー、かわいい。なにこのお部屋。ねえ、見て。しかも、君にそっくりじゃん。君にめっちゃそっくりじゃん、お人形。なんかバスケットゴールみたいなやつもあるけど。これ入れてあげんのかな、ここに。違う？ここに赤ちゃんこうやって通すんじゃない？違う。え？1ってなったけど。ねえ、なんなのこれ？赤ちゃん通すの？こういう遊びがあるの今。ねえ、今トイザラスに行ったらこういうおもちゃがあるんですか？うわ、あ、やばい、足の角度がすごくなってる。おー、大丈夫か？あ、ごめん。ねえよね。ごめんね。はい。おやすみ。赤ちゃんおやすみ。何？絵本を読んであげる？これかな？ザ・プリンス&ザ・キャット。なんだそれ？王子様と猫ってこと？あ、でもなんかちょっとかわ、怖いな。怖いだね。こ、今目がやばかった今。待って、無理、怖いって。赤ちゃん、はい、あれ、これじゃないの？シッツダウン。あ、私座ればいいのか。はい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 。何怖っ。なんか声出てる、すごい。もう、はい、なるほど。猫ちゃんと王子様が結婚しました。その後噴水を見にデートに行きました。そして王子様が怒りました。終わり。どうだった？あー、出てるね。よかったよかった。いや、大丈夫？怖いんだけど。てか手袋してない？赤ちゃん家の中で手袋してるの？ねえ、意識高い系か、もしかして。え、これもう出ていいのかな？よくわかんないけど。はい。そして何？ソファーに座ってテレビを見ろ。そんなのもやんないから。そんなのも指摘されんの？ここからの時間は自由にさせてよ。
まあ、猫ちゃんだ。一応ゲットしとこう。まあいいや。じゃあ指示された通りにテレビ見よっか。いや、別に私テレビ見たくないけど。なんだ、あ、寝落ちするんじゃないか、これテレビ見ながら。あ、泣いてる赤ちゃん、どうしたの。赤ちゃんの様子を見に行けばいいんだね、これは。赤ちゃん、赤ちゃん、どうした。おい、ママが来たよ。なんで、なんで、どこにいんの。え、ねえ、どういうこと。猫ちゃん、怖いから一緒に行こう。あ、猫ちゃんもこ悲しい顔してるよ。え、てか待って、なんでぬいぐるみたちこんな悲しそうな顔してんの。ねえ、猫ちゃん一緒に行こう、私怖いよ。え、どこだ。泣き声辿ってくか。ここは鍵閉まってる。私の部屋かな。なのになんで鍵閉まってるんだ。なんでそこにいんの。え、なんで、またベッドに連れてく。え、ねえ、瞬間移動したの。さっきいなかったよね。てか待って、この赤ちゃんね、ちょいちょい怖い顔になるからちょっと気をつけないと。はい、おやすみ。さっき怖い目になったから。何？なんか、ぬいぐるみを持ってこればいいみたいな書いてあるのかな。はい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 。こういうこと？はい。ここに。うわ！何？なんてことするの？ねえ！なんでそんなことするの？な、え、何？何？なんでなんで？うさちゃんじゃないってこと？うさちゃんじゃ、じゃ羊かな？やっぱね、寝るときは羊数えるからな。なんでー？なんでー？どういうこと？あ、猫ちゃんだ。まあいいや。え？これか！あー、グッズ！グッズ、いや、怖いわ。このグッズは。ねえ、あ、これか、でも。これなのか？いや、違うんかい！自分やぞ、あれ。え、どういうこと？え、じゃあ、この猫ちゃんかな？私のお気に入りの。ねえ、ほら、赤ちゃん？猫ちゃんでいい？はい。あ、猫ちゃんなんだ。はいはいはい。めっちゃ見てるけど。え、何？またこれ、ドア閉めて外に出るってこと？ねえ、またなんかするんじゃないかな？はい。また、ソファーに座ってテレビ見ろだって。もう帰っていい？てか帰っていい？てか、ここが家だけど。え？廊下あんのこれ。え？人ん家とか、え、外出れんの？え、でもちょっと、え、行ってみる？なんか嫌なこと起こんないかな？うわ、え！エスカレーター使えないようになってる。なんで？エレベーター呼べないんだけど。どういうこと？ちょっと誰かご近所さん！うちの子が様子変です。助けてください。やばいな。なんでエレベーター使えないんだ。まあいいや。じゃあソファーに座りましょう。はい。でも絶対またなんかあるよ。すぐ寝落ちするやん。まあでもママもね、疲れてるから眠いんだよね、きっと。そうだよね。なんだ？はぁ！ 2 日目やっていきましょう。よし。じゃあ赤ちゃんを、と思ったけど、あれ赤ちゃんどこいる？赤ちゃん？上かな？でもとりあえずなんかまたね、冷蔵庫から見る。びっくりした。なんで？え、勝手に閉まった今。え、ここ閉めてないよ。え、閉まってる、鍵が閉まってる。え、どうして。ねえ、やばい。ミルクがない。赤ちゃん、赤ちゃんの仕業なの。どういうこと。え、赤ちゃんどこいる。ちょっと、え、なんでファインドザボトルって書いてある。え、どこ。怖いんだけど。なんで、なんでここにあるの。あ、開いた。赤ちゃん、いる。気のせいか。ママ疲れちゃってたからね。まさか赤ちゃんがね、あんなミルク隠すとかありえないよね。怖っ。はい。へへへ。またお尻からガスが噴射してる。くちゃいね。くちゃいね、これね。取り替えてあげなきゃね。はい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 。いや、怖っ。ちょ、待ってよ、ほんとに。いや、大丈夫。きっと気のせいだ。じゃあ、おむつね。ちょ、待って。これね。なにえ、このおむつ目ついてる。しかも逃げるんだけど、なんなんこのおむつで、ね、ちょっと。え、何の音。キャッチナッピーって書いてあるね。うわ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 、ちょ、待ちなさい。これこのおむつ待ちなさいよ。こらいや、私まさか人生でおむつと鬼ごっこする日が来ると思わなかった。どこ行った。待てん、この部屋。あ、もう人のベッドルームに。え、やば。ちょっと待って。このおむつどんだけ硬いの。ねえ、壁に穴開いたんだけど。しかも何これ。なんか、厳重におしゃぶりがしまってある。どういうこと。え、でもとりあえずこのヘンテコなおむつを赤ちゃんにつけてあげればいいんだよね。赤ちゃんまたいなくなってない？大丈夫？いる？いるね。ごめんね、なんか怒ってる？お待たせ。大丈夫？お尻暴れてない？さっきすごい暴れ回ってたけどね。そしたらまた赤ちゃん。ベッドだって。はいはいはい、おね。え？え？
ねちょいちょいやめなさいよ。ちょっとベビー、赤ちゃん、赤ちゃんだからって何でもやっていいと思ってるでしょ。そんな目で見ないで、怖いから。本当にさ、赤ちゃんダメだよ、わかった。じゃ今日はちょっと私のさ、大きいベッドで寝ない？ここで、怖いから。違うの。はい、わかった。てか、私は何の仕事をしてるんだ、猫ちゃんだ。私なんかこれ、イラストレーターみたいな仕事してんのかな。これ気になるよね、この。ああ、ごめん。うわ、ごめんって。許して。本当に。そしてさ、ちょっとその前にさ、ここなんか、ドアあるけど、あ、いけないな。関係ないか。よし。ごめんね。本当にごめん。わざとじゃないんだって。まあいいや、じゃあはい。赤ちゃん、今日は寝ようね。はい、おやすみ。あ、また絵本ね。はい。今度は、ザ・プリンス&ザ・ラビット。はい、王子様とウサギのお話だって。なになに？怖っ！めっちゃ怖っ！なんでこんな怯えてるよ、ウサちゃん。あれってこれぬいぐるみのウサちゃんじゃない？もしかして。ねえ。なになに？うわぁ！なんてことするの！ねえ！ちょっと、まあ、でも赤ちゃんだから仕方ないか。赤ちゃんだからね。まあ、機嫌があるから。ぬいぐるみ取ってあげればいいのかな。多分、ウサちゃんじゃない？あ、やっぱそうなんだ。絵本がウサちゃんだったからかな。そして、ご機嫌になったから、また本を読んであげると。ほんと？大丈夫？怖いな。何？なんか怖いね。気になるんだけど。ウサちゃんは、鬼ごっこをしていました。そうすると、お化けが出てきました。おしまい。なんだこの絵本。あ、寝てる。寝てるね。よーし。いや、どうせまたテレビなんだろうな。どうせまたソファーに、やっぱりそうなんだ。これルーティンなのかな？このゲームの世界の中の私のルーティンなのかな？赤ちゃん寝かした後に、ソファー。誰？てか待って。なんでウサギのぬいぐるみここにあんの？しかもさ、ウサギ、耳取れてる。てか耳取れてるっていうか、綿がちぎれてる。誰もいない。てか、ウサちゃんまた移動した。てか、何これ。何これ、トースター。なんでトースター。これをテーブルに置く。ここでいいの。はい。で、またテレビ見る。なんで怖いやん。ちょ、待って。この状況でテレビ見る。あ、ウサちゃんいなくなった。よくこの状況でテレビ見ようってなるな。とりあえず座るよ。はい。で、また寝落ち。怖いんだけど。なんか変な展開来そう。大丈夫か？はぁ。3日目の夜だ。次はどうなる？あれ？届いたやつなくなってるね。と思ったら、あれ待って、これじゃない？届いたやつ。私開封したん？知らない。なんだ。すごい、ゴミ箱から吸引されそうになったんだけど。てかさ、これ見て。これ昨日届いたやつだよね。トースター。ちゃっかり開けてるやん、私。ねえ。まあ、とりあえずまた赤ちゃんを呼びに行きますか。赤ちゃん、おはよう。おはようってか、まあ、夜だけど。あれ？また戻んの？どういうこと？また戻っていいの？はい。どういうこと？何しに来た？なんかとりあえずまあ赤ちゃんの様子を見たってことだね。そしたら今度は、昨日届いたトースターで、なんかチーズトースト焼くみたいな書いてあったね。チーズトースト、これかな？これをトースター、知らんトースター、てか待って。ねえ、冷蔵庫の絵怖くなってない？絶対こんな絵じゃなかったよね、最初。怖いんだけど。待って。てか一回トースターどこだ？チーズね、チーズ。はい。チーズ、一回お皿乗せるか。はい。トースターがどっかにあるはず。あ、これがトースター。あ、割っちゃった。なんか割っちゃった。あ、これがトースターなのか。なるほどね。じゃあ、ここにパン乗せて、チーズ乗せて、焼くってこと？あ、さらに挟むのか、こうやって。で、こういうことか。あー、美味しそうだな、チーズトースト。そっか。うわー！あー、もう、やばい。なにフェードザ・ベイビー・ユー。モンスター？なにこれ？やばいんだけど。待って。冷蔵庫の中が部屋になってる。ミルク、もらおう。とりあえず一旦。閉じ込められた。待って。見えないんだけど。なにこれ？なにここ？
え、冷蔵庫の中に入るのが正解だったの？最近の冷蔵庫ってこんなに広いんだ。なわけあるか！何ここ？何ここ？ドアだ！オープン。え、なんで？なんで外出てたここ？え、オープンできる。どうしたの？何それ？何それね？めっちゃ怒ってる！ほら、飲みな！あ、笑顔になった。嘘でしょ？この状態でおむつ替えんの？いやいや、怖いって。いや、やばい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 。ここやばいって本当に何なのこれ。しかもなんか知らないけど、うちの冷蔵庫、お向かいさんに繋がってるし、絶対さ、目離したらさ、赤ちゃんいなくなるんよ。行くよ。あ、いる。いるんだ。はい。え？なに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 ？わー！怖い！なに？なに？助けて！うわ、やばい、やばい、どこ行けばいいの？どこ行けばいいのこれ？やばいって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 。うん、ちょっと待って、助けて助けて。え、なに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 なのこれ？やばい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 。待って、助けて本当に。どこ行けばいい？痛い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 。なんか書いてあるな。あ、なんか書いてある。うわー！なに？これじゃないこれ！おしゃべり！これをつければいいのか赤ちゃんに。そういうこと？おばあちゃんどこ？おばあちゃんって言っちゃった。おばあちゃんって言っちゃった。赤ちゃん？痛い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 。はい！はい！いや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 。なにこのうんちみたいなおもちゃ。やばいって。ねえ。赤ちゃん？どうしたの？大丈夫？いや、怖いよ、でも。マジで。とりあえずね、この赤ちゃんをベッドルームに連れて行けばいいらしい。なにこのうんちみたいなおもちゃ。やばい。え？なに？絵本読んでほしいの？嫌だよ。だって怖いもん。近づける。え、何？様子見に行ってか、もう部屋がやばいもん。何これ？ねえ、なんか木の根っこみたいな。下行けないし。やばいよ。赤ちゃん今さ、平行移動したよね。ね、何してんの？バイバイ。おやすみ。うわあ、いないなーい。バーン。ね、何してんのそれ。え、よっ。怖い。何？泣いてるの？笑ってるの？いや、ベッドに、ベッドに、はい。おやすみ。え？はい、ぬいぐるみ？ぬいぐるみ？どの子がいい？みんな嫌がってるよ。なんか目が黄色いしなんか。みんな嫌がってるよ。僕はやめてって。じゃ、ちょ、猫ちゃん。はい。ダメ！猫ちゃんじゃない。じゃ、うさちゃん。あ、ダメ！じゃ、最後、羊さんかな？はい。あ、羊さんなんだ。で？本を読むと。あ、はい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 。こんな状況でよく読めるね、私。怖いんだけど。ねえ。ほら、もう嫌がってるじゃん。ザ・プリンス&ザ・シープ。王子様と羊ね。同じような本ばっか読んでるな。だから怖くなってるって！怖い、何これ。なんて書いてるかわかんないけど。羊は、マシュマロを食べました。そしたら赤ちゃんがそのマシュマロをよこせと言いました。そしたら赤ちゃんが凶暴化して羊を食べようとしました。そして赤ちゃんが怖くなった。え、ぬいぐるみ？赤ちゃん？何その椅子？え、そんな椅子買った覚えないけど、どこで拾ってきたの？やばい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 。なに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 なのこれ。え、浮いて、あ、私が浮いてるのこれ。私が浮いてるの？え、なにあれ、怖い。いやいや、グッドナイトじゃないよ。何がグッドナイトだよ。寝れん寝れん。こんな状況で寝れるわけがないでしょ。え、終わり？何これ。終わった。え、あ、え、一応今のでゲームクリアらしいです。あんな赤ちゃんは嫌だ。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おちたま。